NSB クリスターとは日本短波放送の番組。ここでは NSB 開局初期の1955年頃に販売されていた NSB チューナー、NSB コイルと呼ばれる付可機器についても記載する。1955年頃のものと思われる NSB チューナー日本短波放送が開局した1954年頃短波放送を受信するための受信装置は 物品税の税率の関係で比較的効果であり一般のリスナーの NSB 受信は困難な状況にあったそこで NSB の番組を市販の中波放送ラジオ受信機に取り付けることで受信できるようにするための簡易型タンパー受信装置として NSB チューナーが開発されたこれは受信機内部の発信回路や同調回路に外部から リード線を接続して、スイッチで切り替えるため、安定性に難があった。その後、短波ラジオ受信機に対する物品税の撤廃や引き下げにより、当初から短波放送を受信できる機能を内蔵した、ラジオ受信機が増えたため、役目を終えて、姿を消した。松下電産製 NSB クリスタル。左が第一放送用 RD-9801。 右が、第2放送用 RD-9802。同社性 RF-877。NSB クリスタル端子 NSB クリスタル端子に、NSB クリスタルを装着した、状態 NSB クリスタルを装着した状態で、ラジオ日経 6.055MHz を受信中。背面についている。また、当初から、短波放送を受信できるラジオ受信機でも、 単波放送の受信は、中波に比べると、ダイヤル合わせが難しいことや、長時間受信時の安定性に欠ける部分が多いため、3波分3枚の推奨紙。メーカー製のラジオだけでなく、自作の高級スーパーに組み込むための製品も、販売されていた。これらは、いわゆる固定チャンネルのように同調するものではなく、目的の放送波、周波数に同調させると、 局部発信機の周波数が、クリスタルによって、制限を受けて、より容易に受信できるようにするものである。メーカーにもよるが、NSB クリスタルはチューナーに差し込んだり、あるいは受信装置に当初から内蔵するなどのタイプがあったほか、1963年以後、NSB の放送が2チャンネル分割編成になったことから、そのチャン、特に大手の家電メーカーからは、 NSB 公式承認商品や自社短波ラジオ受信機のオプションとして、この NSB クリスターが発売された。これを利用する場合、NSB の周辺周波数で行われる外国放送や NHK ラジオジャパン等が受信しづらくなるという弱点もあった。そのため、着脱できるようになっているか、スイッチでクリスタルの ON、オフを切り替えられるものが多かった。 しかしながら、タンパについては、完全に、NSB 専用ラジオとして発売されたものもある。タンパラジオ受信機のオプションとしての、NSB クリスタルが発売されていたのは1980年代、頃までで、以降は、安定度の高い PLL による、周波数シンセサイザ方式の受信機が増え、単体の NSB クリスタルは売られていない。ありがとうございます。